タワラヤアジ店タワラヤは、新潟県下越地方に展開する、弁当販売のチェーン店。同県柴田市に本社を置く、株式会社三田村によって、長らく運営されてきたが、2020年4月の同社の破産に伴い閉店し、同年秋より別会社の運営により一部店舗の営業が再開されている。破産前時点では、新潟市及び青浪町、柴田市、 体内市に計7店舗があった。テイクアウトのほか、店内飲食もできる形式が取られており、24時間営業が基本となっていた。中曽根食堂の看板運営会社の三田村は、2020年4月15日に新型コロナウイルス感染症の流行による影響を受け事業を停止。同年4月17日に新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けた。 タワラヤのほか、柴田市の中曽根食堂及び、新潟市中央区の桜木食堂、さらに、新潟市内のスーパー銭湯、極楽湯内の食堂、味どころの運営にも関わっていたが、これらの店舗も閉店となった。同年9月12日、東区のエビガセ店が、YK ホールディングス参加の浜タクシーの運営により、営業を再開。24時間営業ではなくなったが、 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い国土交通省がタクシー車両を用いた飲食物輸送を特例的に認めたことを受け、弁当の宅配も視野に入れられている。三田村は2020年12月9日に法人格が消滅した。三田村に関するカテゴリー、ありがとうございます。